まあ、今本当にそういう点では、まあ、願っていたと言ったら失礼だけど、浅井会長が亡くなったらこれは検証会の救う時だなってのは思ってたから、ずっと。まあ、今はね、さっきの話じゃないけど、先生のね、涙してる暇はなしなんつってさ、言ってるかもしれないけど、必ず他我は緩んでくるから、その時に真面目な人こそ、何のためにこれから私たちは誰を信じて、誰の指導を聞いて進んでいけばいいんだろうって絶対迷うから。そんで時すよですよ。ね。もうだって浅井先生の話以外は多分みんな聞けだないとよ、思うだよ。だっよ。てそうやって作っちゃったからね、浅井先生理事が。長は全部浅井先生がこうおっしゃいましたっていう、それしかも最初から昔からそれしか言わないから、この人はどういう人ってずっと思ってました。ねえ、だからそれは結局は凡夫の浅はかさの浅井さんのやっぱり器の小ささ。日蓮召宗すごいですよ。私は日蓮聖人から日露聖人のお代替わりを、まあ、体で体感したんだけど、ビシッとそれまで日蓮聖人っていう方がお代替わりをされました。12月何日血脈創造を受けられましたつったら、もうね、ビシッと日露聖人なんですよ。一糸乱れです。これが800年の歴史なの。だから池田創価学会だって、検証会だって、ああいうカリスマ一人でそこでそうでもすよ代ね。が消えちゃうんです。そうですよね。どんなにこの時が盛んでも。だから浅井さん亡くなっちゃったら、その血脈創造っていう、そういうきっちりしたものが何にもないから、まさにポットでの印刷屋の息子だから、印刷屋だから、だから上映ったってその正当なその後を継ぐ何にもないじゃん、根で、拠が。印刷屋さんなんですか？元は印刷屋。そんなことも全然知らないし、いつもその人。やゆってんのか、たかが印刷屋の息子のくせにと。だから本尊なんかペロペロ作っちゃうしと。だけど当宗ではもうその厳然たる血脈創造っていうのが800年間あるんだから、日蓮聖人から日露聖人にご創造されましたっていう、もうその瞬間に正当な理由があるわけだよ。だからみんな一糸乱れずこういけるわけだよね。浅井先生から上映さんにって、仏法上からなんで息子がその次を継ぐ資格と権能というか、まあ能力があるのかっていうのは何の根拠もないわけだよね。もっとこう自分の意思でバリバリ言っ元てバかリらバリね、やってる方そやったら、う、元かあ、らね、そういう方なんだってなるけど、そう、全部浅井先生はこうおっしゃっていますけど、どうのこうのみたいな、だから自分のその考えがないわけですよですね。よね。だったら、でもだからもし、まあ、このままずっと検証会にいても多分私は辞めてましただろうね。だからそれがきっとみんな今は様子見してるんだよ。上映さんについていかなきゃいけないのか、えっていうだね。から残された弟子一同はみたいな、その浅井先生の意思を継いで、で五線譜しましょうみたいな、そういうノリやから、だよね。ちょっと違うかなと思うんです今よまでのね。やっぱり一人のカリスマが引っ張ってきたって形と劇的に変わるわけだから、これは絶対違和感みんな持ってくるんですよね。そのモヤモヤしたいろんな、その外に言えない、内部には言えないそのモヤモヤ感をうちらは今こそついてくんですよ。こんな不安定な、こんな幸先怪しいね、しかもその人間的にも尊敬できない、そういうもののもとで何が高専ルーフだと、あなたも本当はそう思ってるでしょっつって、もうゴンゴンここついてってやると、必ずそれが同州将棋って疑い起こしてくるのね。そんなことないわよって言いながら、会館に行くために、どうしよう私たちってなってって、それを揺さぶりかけりゃかけるほど、こっそりちょっとゆっくりお話聞かせてくれないっていう人が出てくるわけですよ。今この時を逃していつやるかっつうね、まあ最高の時なんですね。まあ一緒にね、もうだから全然自分、まあほとんどこういろんな知識的なことはそれこそ母には負けますけど、
そんな、でもそんなことじゃないんだなと。そんなことじゃないんです。台場だったは八幡像を暗記したけど地獄に落ちぬと、落ちたと。スリハンドクは14文字すら暗記が怪しかった、怪しいような人だったけど仏になりぬと。これが松代の世を表するものなり、松代もそう、今の時代もそういう姿なんだよと。だから顕彰会流の知識を100万冊頭の中に入れてもダメなんです、そんなものは。それよりも直感的に本家本元だよねって、日蓮宗教が本家元だよね、階段の大御門さん目の前にいらっしゃってそこに拝していけるのが正しい道だよねって、そこのとこを掴んだ人がまさに14文字しか覚えないとしても仏になりぬだから、なったって言うんだから、だからここでいいんです。大聖人様は、難しいことは分からずも信じて唱えろって言って、それをずっと母も言ってるのにもかかわらず、あなたはその驚愕がないからそんなことを言うのよって今日も朝言ってたんで、いや難しいことは分からんでいいって言うたやんかみたいな、うん、なんか、うん、その信じて唱えろって言うたのはあんたやろって思ったけど、うん、もう母はもうあっちのノートこっちのノートこっちの本っていっぱい持ってきて、もうずっと順に読み聞かして、もうどうして分からんのとか言うてやってました。なるほど。もうほとんどこうね、こうっと寝てましたけどね、横で。まあまあだんだんね、これから楽しみな展開になっていくと思うんですね。何か起こりますよね、絶対。うん、まあ現象とかそういうことをね、まあなんだろう、当主はあんまりそういうことをね、うん、やっぱり道理と紋章としておかしいんだから、うん、もうそこで十分でね、うん、で長い、でさっき言ったように本当言うと本地はお母さんのお役目の本地は、先に召集に入った人たちを成長させるために、うん、わざわざ頑固になってるっていう、本人自覚はしてませんよ、うん、だけどそういう役割もあるから、うん、まあ、大きな心で見てくるんですよ、ね、うん、まあ、そういうことでね、ぼちぼち、はい、私も、はい、明日の、はい、もありますから、そうそう、もう話し出したら止まりませんね。うん、ね、まあこれで十分日はね、じっくりはお話しできないと思うんだけど、はい、23日またじっくりお話し、どういうふうに言ったらいいのかちょっと考えてみるんですね。そうですね、普通に交通機関使うんだったら、うん、まあいろいろ検索だよね。で出口は総本山に11時半かな、11時か、ちょっと遅かったよね、11時半に釈山、うんうん、だからそこの一番の結論のところから引き起こしてきて、どうすりゃいいかっていう、もうそのまあ考える、まあこれも楽しいのよ、こう言ったらどう、ああ言ったらどうっていうのはね、ぜひね、考えてみます、うん、はい、うん、そうそう、行けることは決まったから、早急に2100円かける2、これね、これが行く医師の確認だからね、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。